皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。エレキギターの基礎テクニックということで、今回の動画はハンマリングオンをご紹介させていただこうかと思います。ハンマリングオン。ハンマリングオン。ちょっとやってみると、こんな感じです。ピッキングなしで、ピッキングせずに、こっちの指、左手の指で叩いて、音を出すテクニックです。プリングオフと逆という感じですね。プリングのオフの場合は引っ張って音を出したけれども、ハンマリングの場合は叩いて音を出すという感じです。やってみましょう。プリングのときと同じようなポジションで1弦使っていきましょうか。人差し指がまず10フレットです。で、これをピッキングして音を鳴らして、薬指で1弦の12フレットを叩いて、ハンマリングして音を鳴らしていきます。弾く、叩く、弾く、叩く。皮膚叩く。こんな感じです。こんな感じ。指使い、これがすでにうまくできたら、この動画は見る必要ないので、また違う動画へ移っていただければという感じです。うまくできない方はいろいろ確認してみましょう。まず、薬指で12フレットを叩くわけなんですが、これまたあんまり強い力は必要ないです。ちょっとこう、素早く、叩くって感じですかね。素早く軽く。試しに、ちょっとこう高いところからやってみてもらっていいですか。こう薬指が少し高いところからです。あんまりこの12フレットの近くではなくて、遠くから叩くっていう感じです。ちょっと遠いと、この12フレットにこの命中させるのが難しいかもしれないんですけれども、遠くからヘイってやってあげると、結構軽い力でも音が出るかと思います。ついついギューッと力を入れてやってしまう方は、ちょっと力を抜いて、素早く軽く。ということを意識してやってみていただけると良いかなと思います。そうすると、ピッキングしなくても12フレットの音がこんな感じで出てくれるかと思います。タン、タン、タンと。なので、ハンマーのようにドカーンといくわけではなく、なんかこう軽やかに弦を叩く感じですね。で、もう一回、フレーズに戻って、10フレットをまず弾く。そしたら、薬指で叩く。弾く、叩く、弾く、叩く、弾く、叩く。こんな感じです。で、薬指以外の要素としては、人差し指もそうなんですけれども、この左手全体が動かないようにしてあげることです。極端に悪くやると、ハンマリングに気合い入れすぎて、おやおやおやとか、こういうのはもうちょっと避けたいです。動くのは薬指だけ。この左手の薬指の付け根ですね。ここから、ふっと、ふっと動かして、できるだけ動きを小さくしてあげると。これがエアー、エアーだとダメだということです。こんな感じ。薬指だけペンと動かしてあげる。うまくできるとこんな感じです。この手の甲とか、腕とか肩とかの位置が変わらないのがわかりますでしょうか。で、さっき試しにこの薬指は遠くから叩いていただきましたけれども、うまくできるようになってきたら、これを小さくしてみましょう。そうだな。この指が2本入るぐらいの高さって感じですかね。薬指とこの弦の間に指が2本入るかなぐらいの高さ。ここから素早く、素早く。テイッ、テイッと。叩いてあげるような感じです。ハンマリングするときは、大体基本的にこのちょっとこう振りかぶる動作というか、そのなんていうんですかね、この弦に対して、ここからいきなりポンと落とすとなかなか音が出ないので、ちょっとゆっくりやると。うっしゅい、うっしゅい。うっしゅいみたいな感じの、この振りかぶる動作が入ると音が出やすいかなと思います。なんかハンマリングの音がうまく出ないなと思ったら、ちょっとこの振りかぶる動作みたいなのを意識していただくと良いかなという感じでしょうか。じゃあ最後にまた練習フレーズっぽいのをやって終わりにしましょうか。プリングの時と同じような感じで、人差し指が1弦の9フレット。で、中指が1弦の10フレット。小指が1弦の12フレット。で、連続してハンマリングをしてみましょう。人差し指を鳴らす。そしたら、ハンマリング、ハンマリング。鳴らす、ハンマリング、ハンマリング。鳴らす、ハンマリング、ハンマリング。こんな感じです。こんな感じです。くれぐれも力が入らないようにリラックスをした状態でチャレンジをしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。